今まで俺が培ってきた PUBG のこのな集大成感謝の検問放送全員殺します。マジでちゃんと。なのでその大罪を背負って生きれるという方、うんこちゃん12345@gmail.com 出てください。ねえ、これ本当なの？こんばんは、なんとかなんとか、これこのメールは声に出して読まないでくださいっていう人、ホネララというプロゲームチームに所属しているものです。スポンサードの関係もあり本 ID に参加することができません。嘘ばっかつくんだよ俺の視聴者マジで。この前そうやって言ってや、俺元プロゲーマー、今プロゲーマーでスポンサード関係で無理ですって言ってさ、やったらゴミみたいなやつだったぞなあ。お、チュさんいいね。チュさん久々に入れるか。チュさんと申します。チュさんは韓国語で王様という意味です。日韓友好の架け橋を封鎖させてください。オッケー、お前、決定。俺多分チュさんとはフレンドになってるはず。よし。まずお前一人。お前めちゃめちゃうまかったからな。今日マジゴールデンパーティーで行くぞ。最強のメンバーで行くよ。じゃ、この、自称プロゲーマー。ぜひ。サブ ID だったらバレねえだろ。今日何でもありだ。今日マジで本当に惨殺するからな。お前ら本当に警察に電話すんなよ。大事件が起きるからな、本当に。今日大事件が起きるかもしれない。警察に電話しないでくれ、今日は。今日マジ本当にボコス。うつ病の旅です。加藤純一様の逃げ行くになります。うつ病に伴い1ヶ月間休職してみました。その期間中毎日20時間 PUBG をプレイし続け、技術を磨きました。ギリースーツも Amazon にて購入しました。お前嘘つけ、ギリースーツなんて買えねえだろうかよ。そうつけ。睡眠薬を服用してしまったので0時以降は集中力が切れてしまいますが、何卒よろしくお願いします。とかった、お前信じてみる。俺はこのクソうつ病野郎、いつもは1キルできればいい方だけど、今日は4キルしました。今日の俺は調子がいい。ブロックします。今画面越しに毒ガスを撒いた、こいつに。しょうがねえ、入れてやるか、サンプラザ中野。お前ほんと今日だけだぞ。お前ほんとに今日マジほんとゴールデンメンバーでいくからな。もううつ病はいいよ。何回送ってくんだ。お前うつ病も悪化してんじゃねえかよ、この時間、この短期間で。お前症状が出始めてるじゃねえかよ。すいません。なんかいろいろゲーミングハウスに住んでいるため、加藤先生の放送見てたら怒られてしまいました、ごめんなさい。またやろうな。田中って誰だっけね。で、田中って誰だっけ、田中って。で、田中って誰だっけ、俺なんか知ってる田中。田中って誰、田中。今度はちゃんと事務所通していきます。え、田中って誰だっけ、こいつ上手かったっけ、上手いやつ。オッケーオッケー、じゃあお前。あ、田中さん大きな、こいつ信用できる。おー、いいね。こいつ信用できるやつだ。なんか、慣れ親しんだ奴らだな。本物だからね、これちなみに。田中直樹。びっくりするだろ。俺の放送芸能人見てんだよ。俺クラスになると。なんだ、赤ちゃんって。赤ちゃんがいらねえよ。作んねえよ、子供なんて。出揃った、みんな。お前ら今日、おぞましいものを目にするだろ。女、子供。その他もろもろ、よし行くぞ、全て殺す。惨殺に次ぐ惨殺。おそらく俺今日バンになるだろうな。なぜならとんでもないことが起きるから。